こんばんは、リモーネ先生です。というわけでですね、今回はですね、家を移動したいなという気持ちで、前に作ったワクワク動物ハウスの下に地下のね、秘密基地的なものを作ろうかなと思ってます。今回は見え方が綺麗になるモッドを入れてプレイしていこうかなって思っております。影モッドってやつですね。でも事前に入れといたんで、それで遊んでいきたいと思います。すごいね、本当にほら、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。なんかぼわーって、このね、ガラスとかもちょっとなんかマジモのガラスっぽくなって、めちゃくちゃ綺麗なんですよね。すごいでしょ、今まで全然違いますよ。ほら雲の感じとか、ほらガラスの感じもね、こういう風に一ブロック一ブロックじゃなくて、こうつながって見えるんですよね。でね、この地下もね、ここもね、僕がやりたい感じにちゃんとやってくれてる。このこういう感じにしたかったんですよ、わかります？こういう なんていうの、直接光を当てないおしゃれを作りたかったんですね、僕は。まあ、そういう風にしてくれてますよね。で、まあ、ハーフブロックでね、やって、調子いいんですけど、できればちょっとコンクリート使ってね、やりたいんですよね、気持ち的には。でも、コンクリートって、ハーフブロックとか確かないんですよね。まず、広げるか。場所広げよう。コンクリート、ハーフブロック出ればいいのにな。石を見、なんか、ツルツル系のってなんか他にあります？ツルツル系のなんか。クォーツブロック。ネザーにあるやつ？米？マジ？あの米ってなんかできるんだ、米で。クォーツ狩りに行かなきゃいけないかな、じゃあ。もしそれがめちゃくちゃいいんだったら。白のコンクリート、壁はそれでいいかもね。ただ上がね、ここハーフブロックにしたいんよね。なんか、のっぺりした？だからそのクォーツブロックいいかもしれない、もしかしたら。どのぐらいの広さにするかだよね。これこうやって置いてるだけでも割とおしゃれだよね、正直ね。なんかマイクラのさ、動画とか見てると、おい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 、なんか出たんだが、おい、ダメでしょこれ、怖すぎ、おい、なんか出てきたんだけど、行くしかねえ。何何何、あれ落ちたら死んでたぞ普通に。とんでもねえな、いきなり即死級のなんか出てきたわ。ちょっと水持って乗り込むか。許せねえ、俺をやろうとしてきた洞窟を許すことができない。なんだ、ダイヤないかな。何気にダイヤ落ちてることあるからな、たまに。やばい、見えにくいな、かなり見えにくいな。あれ、このモッド入れたら左手に松明持ってたら明るくしてくれんのか。ナイスで、ナイス。それはね、おいおい、ブスだねー、久々に見たねー。ひえー、うえ、怖すぎるでしょこれ、やばい。このモッドのせいで怖さが倍増してる。あっ、これでちょっとガードしていこう。なんか奥にあれ、水なのか、あれすげえ見えにくい。はなんかいいんだけど。あ、キッズ、ん、水流でこっちに来れないキッズ、お父さんにね連れてきてもらいな、ここまで。え、あ、お父さんも来れないか。あそこにいるのバレてっから、お前。たくよ、これいつものあれか、ここいつもなんもねえからな、だいたいこの深いところ。たまにダイヤとかあんだけどな、ただ深いだけっぽいな、ここ。まあ一応ちょっと照らしておくか。ちょ、洞窟の怖さがほんと30倍ぐらいに膨れ上がってる、これ。暗すぎて。いや、まあ特に何もなかったね。めちゃくちゃ深いだけ。何に隠れてんだよ！友達とはぐれたのか？おほほ！おい！何入ってきてんだよ勝手に。ここはオレンジだ、バカども。よし、続きやっていくか。
なんかここになんか防音なんか吸音マットみたいなの貼りてえわ。吸音マットないのこれ。ちょっと2階がうるさいんですけど、ただ高さ出すにはな、下に掘らなきゃいけないんだけど、下に掘ったら闇が始まるんだよな急に。下掘ったら穴開くからね普通に。ここ、あーなるほどね。とりあえずこれで広さはいいよね。ネザークオーツね、ちょっとやってみるか。あ、これか。あ、これか、クオーツブロック。確かに、イエーイ、4つか、4つで1個。こりゃあこりゃあ取りに行かねえといけねえな。大変だな。ちょっと1個作ってみようか。綺麗そうだったね。置いてみよう。あー、いいっすね。あー、確かに綺麗な白ですね。ツルツルしてますね、確かにね。これ何、ハーフ柱？クオーツ柱？あれ、ハーフブロックできるって言ってなかったっけ。3個いる、マジかー。これだ、なるほどな。どれぐらい取れるかわかんないからちょっと行ってみるか。お米採取だー。ネザー、そういえば痛っ。おい、てめえ、おい、てめえ、なんでここにいる。バカタレあったよ、早速ね。これやっぱ幸運ですよね。これって幸運意味ある？ある。不要つがりじゃ。お前どうやってお前どうやって入ったそこに。もっと欲しいな。もっともうビチーってないかな、どっかに。やばい、怖い。気軽な気持ちで乗ったら怖い。ネザーの怖さも5割増しぐらいしてるねこれね。痛そうな声だこれ。明るいね、火が明るい、すごい。目がやられるぐらい明るい。わあ、めっちゃある、ここ祭りじゃ。誰だこんな火つけたの。危ねえだろ。だいぶ取れてんじゃない。ああ、もう結構取れるな。やっぱ幸運パワーか。危ねえ、やべ、危ねえおい、どこだどこだ。あれ、こっちから撃ってきたはずなんだが。もうやろう、ズルすなよ。あれいないの、あいつ見当たんないな。溶岩歩ける人、溶岩案内人。あいつ前一回さ、間違えて蔵つけて倒してしまってからもう一回も見てないんだけどもしかして絶滅させた説ない。あれが最後の2匹だったのでは。一回も見てない。ストライダー、そうそう、ストライダー。うわ、すげえあるじゃん。このお米がこんなに、お米の存在がこんなにありがたかったことないぞ今まで。めちゃくちゃにあるんだけど。あ、とうとう持ってなくなった。いつもと雰囲気が違いすぎて自分が今どこにいるのかわからない。あんまりまずいなこれ。こういつも通ってる場所が夜になると全く別の顔をするみたいな感じのやつ、わかるよねどこだこりゃ。あ、でも松明ある方だったはずだから向こうだな。クォーツブロックか。わ、天才じゃん。木がねえやばい、木がない、まずいです、木がないです。手元でできる。あ、マジ。あ、それ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 、あ、それ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 、あ、それ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 、あ、すごいすごいすごい、圧縮圧縮圧縮。あ、めちゃくちゃ圧縮されたわ、ありがてえ。ナイス判断。これでもうちょいいけるわ。だ、いるみたいな声出して。
いるみたいな声出して。いるね。ありそう、ありそう、ある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 ぞ。いいぞ、元だぜ。やべ、なんか壮大な BGM になり始めた。ネザー特有のズービヨーン。何きっかけなんだろう。俺が何したって言うんだよ。始まるぞ、何かがな。これでもういけるな。これ取って帰ろう。ほらかなり集まったね。また何か始まるよ。何かが始まろうとしてる。ピグリン、ピグリン、何か始まろうとしてる。何か始まろうとしてる、ピグリンな。何かが始まろうとしてる、ピグリンな。何だと思う。何が始まろうとしてると思う。何が始まろうとしてると思う、ピグリン。お前ら殺戮しようじゃ。バレなきゃいいんだよ、バレなきゃよ。バレてねえからいいんだよ。誰か見てたか今。じゃあ誰もやってねえのと一緒だ。こんな大人に、ね、なったらダメですよ、本当に。よし。朝か夕方かわからんな。6000人に今の悪事が見られちまった。うわぁ、モンスターハウスになっとる。うわぁ、やめなさい、やめなさい。なんでエンダーマンもいいんだよ。お前マジで、お前マジで持って帰んなよ、お前ブロック。変なとこ穴開けたりすんなよ、お前。こいつ落とそう。お前の入り口作ってやるよ、ここに。お前専用の。お前帰らねえみたいだからよ。ほら、もう行っていいぞ。ほら、ほら、ほら、ほら。やべえ、めっちゃ切れてる。めっちゃ切れてるやん。そこで一生ふがふが言っとけ。で、ここで、ハーフブロック作ってみようかな。30枚。そして、ちょっと付け替えてみよう。コウモリはもう、我の眷属。これ、肛門ペタッて付けるときはつけれるね。なるほど。うん、確かにおしゃれだね。おしゃんだね。上が土だからまだちょっとあれだけど。下はコンクリートでいいかもな。地面はコンクリートにしてもいいかもね。何何何、なんかうるせえんだけど。なんかうるせえな。なんかいんな。ちょ、うるせえな。誰だ。おい、バカども。めちゃくちゃいる。どっからやってきた？ん？どっからやってきたんだ？ほら、一人ずつ喋ろう。ほらよ。ほら。ほら。あれ始まんないな。何したら始まるんだったっけ？何したら襲撃ベッド始まるんだっけ？あ、フレームで死んだらダメなんだった。そうだった。しかも、ちょうど剣持ってきてなかった。フレームでまた抹殺してしまった。また抹殺してしまった。松明を取り払った瞬間の湧き方すごいな、お前ら。ちょっと上コンクリにしたいね。上下コンクリにしたいな。すげえ、わあ綺麗ですね。うん、コンクリにしたい、コンクリに。またイントネーション違う。マジコンクリでしょ。また騙そうとしてるべ。またおいのこと騙そうとしてるっぺよ。田舎者だと思って。怖いどー。都会の人はすぐツボとか売りつけてくるっぺな。コンクリートは、砂利じゃなくて砂だっけ？砂全くないやん。あ、砂利と砂か。砂またあそこから取るか。見にくっ。くっそ見にくいな、これ。しかもねえな、ここ。めっちゃ綺麗だね。水が水してるよね。ちょっと離れた位置の取りに行くしかないね。あったーん。
ふぅー、やっほぉー、また湧いてんだろこれ。うわ、すごい。はい、はい、ここで作るの怖いな。あれ、なんか色、コンクリートって色いるんだっけ、色つけなきゃいけないんでしたっけ。いや、染料か、大変だなコンクリートって。白は白で、白は赤だったらポピーが無限に取れんだけどな。赤じゃねえんだよな、ポピーだけは無限に取れんだけどな。あ、確かに青いランタンいいね。青いランタンってちゃんと青い方、青い明かりになったりすんの。そういえば、え、ちょっと待って、待って。無。無じゃないこれ。全く光ってないんだけど、俺。多分、影モッドが対応してない。青いランタンに多分。うん、アップデートで、作れるな、なったやつだからさ。わ、綺麗ですよ。あ、骨粉からできんだ。そうか、そうか。最強じゃん。骨粉は無限に作れるから、そうだ、そうだ。だから、前回すごい作れたんだったね。で、これで真っ白い塗料すると出た、これだ。これ全部全部これに変えて、一回ちょっと地面コンクリートにしてみようか。白いコンクリートにどんなものになるか。ここに敷きますか。奈落行きなんだよねこれ、失敗したら。うわ、ほら見てよ、がっつりよ。ここからもう奈落スタートよ。あー、ここ確かに、ここね、確かに一部、ガラス張りにしたら、この、奈落が、地面になるみたいなね。見えるみたいなね。はいはいはい。それはちょっと、おしゃれかもしんないね。それはそれで。下見えるみたいなね。この勢いで、なんか落ちそうで怖いな。あ、まあいいや、ちょっと水流して整えますか。ジャパ、うわすげえ、いいいいいい。クォーツブロック焼くと継ぎ目なくなる。じゃあ焼いた方がいいね絶対。ハーフブロックも継ぎ目なくなる。天才だなそれは。ちょっとこれどこまで穴開くかちょっとやってみていい。もうない。ここだ。いや、あれ。いやー、見てください。どこまで続いてるんですか。あ、でももうここら辺で終点だね、もう。ちょっとかまどを作って焼いちゃおっかな、じゃあ。ちょっと焼いてみるか。で、ハーフでもいいのかな？シート。こうか。砂利が足りないね、砂利が。あれ、私、ブッと持ってなかった。こんなに部屋広いのに、こんな狭いとこで寝る男。床ハーフにして湧き潰し。あ、なるほどね。あ、でも、コンクリートブロックってハーフできないよね。クォーツブロックで、じゃあめちゃくちゃ、でもクォーツブロックめちゃくちゃ必要になっちゃうね、そしたら。またクォーツ狩りの旅に出なきゃいけないレベルに必要になるよね、多分。あそこにね、光源を、必要な光源以外置きたくないって言うんだったら、そうしないと絶対敵出てきちゃうもんね。あの上の、あの無駄にハーフブロックで塞いだ光で、俺が絶対にやるって決めたならば。決めたならばやばいよね。石切り台でハーフ作る、それってコンクリート切れないよね。でも石切り台でも、そろ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 。下付きハーフだと上にとか置いたら半分空間ができちゃいます。そうだね、上付きじゃなきゃダメだよね、もしハーフで。いた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 。え、植え付きだと湧くの？ええやん、別に湧かなくても。
いやー、湧いてる湧いてる。あー痛い、やめなさい、やめなさい。一番いちゃダメなんですね、君は。やめなさい。危なぁ。痛い、ちょっとやめなさい。招かれざる客だよ。はっ。ふん。よし、どうしようかなぁ。あ、一回、あ、焼いたやつどう、ここに置いて。あー、なるほどなー。いやー、なるほどなー。いや、でもこれだ。うーん、だ、そうだよなー。でも確かになー。どうしよっかなー。でも下付きハーフしなきゃいけないんだもんね。下付きハーフってしかも上に物置けないもんね。確かそうだよね。あぶねーこれやばい、これやばい、これ早々に対処しないと。これシグハーフブロックでちょっと置いてみるかな。あれ、あー、いいっすね。あー、いいね。確かに、やっぱ地面はコンクリがいいな。なんかない、明かり置くぐらいしかないよね。でもね、正直ね、光源を置くそれなんだよな。なんかやっぱ光源置くしかねえかな。地面にちょっとおしゃんなやつ置くかな。この上で置いてたような感じのやつを。ちょっとガラス、ちょっと怖っいや、すごい怖いね。なんかあれみたい、なんかレジンの机みたいなやり方。ボロボロの木にこう綺麗な色のさ、レジン流し込んでさ、テーブル作るみたいなあるじゃん。あんな気持ちいい、なんとなく。あっちゃ、あれよね、欲しいわ。木好きだからさ、すごい木でさ、でっかい ああいうつけちょっと一回欲しいわ。買ってみたいもん。いや、怖すぎるでしょ怖すぎる。まあでもちょっと自然を利用した感じでいいですね。一部だけこうなってるもんね。今光源が、これなしにしたら、あ、こんな感じの、あ、いいわ。めちゃくちゃいいじゃん。こういうことにしたいのよ。おしゃれでしょ、こっちの方が。直接光出ちゃってるよりも柔らかいでしょ土ね、この土をね、何に変えるかで。でも、結構この床、これ、この木の天井を木にしたらおかしいかな。